茂木慎吾三月3月28日から1978年6月1日は日本の料理人東京都芝区三田出身本名は茂木慎太郎。現在も続く東京日本橋にある西洋料理の老舗大名県の創業者として知られる大名県1911年に東京に生まれる家業が傾いたため1927年に 明治学院中東部を中退後、東京、京橋にあった、西市御料理どころ大名県にて修行し、西洋料理や中華料理の手ほどきを受けた。1931年、大名県の屋号をもらい、東京都中央区新川に店舗を出し独立。1948年、東京、日本橋に移転した。店名も大名県に改めた。1960年、 現在も続くお料理無料相談店は、お料理110番を開始した。小皿料理など、独自の料理を提供し続け評判を呼び、対面意は都内を代表する養殖屋になった。1969年、自身の趣味が講じて、日本のタコの会を設立。現在は、会員数1300人を超える大きな団体になった。1978年、 聖路カ国際病院にて、大腸がんで死去。67歳。モテキシンゴ2014、P160、体名権公式サイト、体名権よもやまばなし。体名権公式サイトタコの博物館日本のタコの、海譜放乱。日本人の養殖一筋。朝日新聞1978年6月2日。長官、13番、23面、モテキシンゴ2014。 P203 モテキシンゴ2014 P204 モテキシンゴ2014ピアニッシモ141から142ありがとうございます